はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。いつものごとくカルチョビットアを始めていきたいと思います。さてですね、今回はジャパンカップ2回戦 N1 3位のキャピタル東京と試合です。いやー、これは強敵。まず、挑戦者の立場で挑わなければなりません。もちろんですね、出せる中でのベストメンバーで挑みたいと思います。一人、まあ、疲れてはいるんですが、それ以外の選手だったらスタメンで出せるってことですね。疲れているのはサツキだけ。他はもうベストメンバーに出さなければ示しがつきません。サツキもいい選手なんですけどね。ミオ、サチコを代わりに出そう。セツコはまあそんなに良くないのか。モエもそんなに良くない。オニマル、それなら今のメンバーがベストかな。あと、サチコが。浦川の方がミホよりは強い。さあ、このメンバーで、行きたいと思います。っていうか、切ってキーパーもしとしていいんだよな。とはいえ、そんなに変えるとこがない。3人前ですからね、なんせ。やっぱり、そうですよね。そりゃそうだ。ウクラウェーでもキャピタル東京は N1 の2位。格が違いすぎる。まあ、かなうわけがないです。普通に考えて。さあ、キックオフです。そういえば、なんか、キャプテン翼をテレビ放送でまだ見てないんですが、水木くんのオフサイドトラップあったみたいですね。お、早くもピンチだ、言ってる。強引に押し込んでくるな。この突破力、すごいな。ここは逃れたが、オフサイドトラップあったみたいですね。ワールドカップでの日本のセネガル戦で見せたのは、なんか見すぎっていう風に海外から言われてたみたいで。あ、先取点奪われた。これはね、まあ、辛いよね。まず、こっちに決定力がないからな。わお。そうですね。慎重に行ってほしいところ。ちょっと相手を懐に飛び込むのは良くないんじゃないの？と思ったらファールを拾った。おっと、ロングシュート、同点。すごいね。この決定力が唯一の頼みだよな。さあ、もう叩いております。
結局くるみだよりなんですよね。はい、気筒で気合で済むかな。うまいうまいうまい。あー、これはしかし捉えた。日の犬けられた。おっと、これはノーホイッスル、助かりました。そう、オフサイドトラップのことを海外では見すぎっていうのかっていうことで、キャプテン翼与えた影響大きいですよね。さあ、チャンスです。あーっと、チャンスだが、これはまあ仕方ないですね。引き分けだったらどうなんだろう。PK 戦で、おーっと、ここまではなんか守備が、前の試合、公式戦なんかもそうだったんですが、守備がうまく機能してる気はします。さあ、ここは、踏ん張りどこだ？耐えました。守備の負荷が思った以上に大きいですよね。さあ、アディショナルタイム。はい、前半終了。この、状態での、同点での折り返しはいいですね。微妙に、ポジションを変えましょう。ナナコをマドカと入れ替えましょう。さあ、特に、交代枠を使う必要はありません。はい、後半戦開始です。オフサイドか。これは、完全にこれは、日野が、まあ、ちょっと日野のポジション取りに問題があったってしか言いようがないか。さてと、ちょっと疲れをですね、見て、1ゲージになったら順々に変えていこうと思います。とわどうしようもない。正面突破されますよね。これ変えられるのは、フォーメーション変えられるのは、試合開始時と、だけか、ハーフタイム時のみか。さあ、向こうも4対4だが、7個及ばなかった。さあ、逆に、ピンチです。さっと、ここはキーパーが、と、あー、やっちゃった。しかも、イエローだ。菊池が。さあ、万策尽きたかな、これは。この1点にられると大きい。あー、これは。いやー、明らかな力量差ですよね。最小失点に抑えなきゃいけないのに。さあ、こちらもちょっと変えましょう。一気に変えていきます。ひろたと変えるかな。みほもいいですね。みほも変えましょう。
一と藤原を入れ替えて、さあ反対側へ菊池。まだここで1点取れれば見込みは出てくるんだが、と。さあここで選手を変えてコーナーキックのチャンスです。さあここ大事、国分が高い。もう一度攻めにかかるが、甘くはなかった藤原。さあ逆に完全にカウンターで狙われました。これは辛い。イゴールに抜け合えた。おーっと、ポストに助け合えた。やっぱり力の差はありますよね。さあこれはゴールキックとなりました。さあくるみが上げてどこに行くんだ。取りきれなかった。逆に当たるが、さあコーナーキック。さあここぞとごと時間はなくなっていきます。ここまでかって、ここまでなんですけどね。とさあっと、ここで試合終了。敗れ去りました。今年も2回戦で姿を消すことになりました。この日野の突破力。さあ選手点がキャピタル東京、ワイズマンから速攻で決められてるから対処もしようもない。早いです、とにかく早い。さあこのくるみのフリーキックがすごく、ちょっと弾道は変わったみたい。さあこれで勢い乗るかと思ったんです。あ、これチャンスだったんですけどね。まあチャンスは続きます。しかしここまでだったかなーっては思いますね。でも守備がここまではうまく機能して守ってくれました。そして後半、まずイゴールか、これはオフサイドでした。そしてこれが決勝点に結果的になりましたね。またワイズマンですよ。ワイズマンがこううまくカーブをつけてあげて、さあすとペナルティーキックを取ったところで開封が、結果的にはここまでですね。点数が、これはイゴールがうまく抜けてシュートを打ったんですが、ポストに助けられました。さあまた開封。とにかく突破力から全て抜け出してますよね。ちょっともう完全に一方的に抑えられる展開になってしまいました。この弾道も早いしな。まだ最後まで本当にピンチが続きます。ちょっと圧倒的すぎましたよね。枠内シュートなんか見てても。2回戦で残念ながら敗退となりました。やっぱり勝ち残ってるチームで N1 以外っていないですよね。ここまでベスト8の中では。さあ彩香が復帰しました。
さあ、次は下関本抽選ですね。さあ、こうなるともう残りの試合頑張って上位2番目までを狙うかな。その辺はまだ迷ってるんですが、 M1 に上がって、まあ初年度で落とされないかっていうことですよね。落とされると予算とか支持率が不安定になりますからね。そこら辺が難しいところです。まあメンバー落として下関放置を戦いたいと思います。これを見たら本当に終わらないチームから各選手が生きるチームオールチームの、クラーカリバーズにしたいと思います。オールインワンというか。はい、では次回もご視聴よろしくお願いします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。